源重貞は平安時代末期の武将。源重貞の四男。姓は源氏万清流の一族で、大御国野党を本拠とする在京軍事貴族。方言の乱では源のためともを捕獲した。平時の乱で多くの軍事貴族が淘汰された後も活動を続け、平氏政権下においても一定の勢力を保持した。意名は。 しげさだとも記される。石山の奥の浴場にて、源のためともの捕獲にあたるしげさだとその手勢、勝川春亭が、しげさだが、資料に、初めて現れるのは、方言元年の方言の乱であり、兄のしげなりと共に、後白河天皇方に属して勝利した。この際、自らが放った矢が、藤原頼長の首筋に命中したという。その後、 逃亡していた、源のためともを、自らの所領に近い大見国坂田付近で捕獲し、その功績によって、衛門将位に任じられた。平時の乱で、兄の重成は、源の義ともに協力するが、重貞は関与しなかったらしく、警備士として、在京活動を続けた。平氏とも協調関係にあり、任難2年に、平盛子が白川押高寺殿に移った際には、 車の後ろに突き従った。なおこの時の重貞は、ケビン次大部長で、十五位下に除せられていたことが確認できる。顔元年の顔の豪祖では、自らの手勢を率いて、平常政と共に、代理の信明門を守った。さらに時期は不明であるが、地区を守るにも認じられた。やがて自称、樹影の乱が勃発し、再び戦乱の時代となった。楊和元年8月。 平宗盛は追悼士として、平貞義を鎮税に、平道盛常もを北陸に派遣する。北陸道は、兵士の治療国が多く、京都への重要な食料補給路であり、平坦地として確保しなければならない地域だった。しかし道盛は、越前スイツで破れ、越前国府を疾患し、常政も若さで国境を越えることができず、北陸道は、 反乱軍の手に落ちる。このような中で、重貞も京都官兵の一人として動員され、翌陽は2年には越前国に出陣している。しかし翌英2年の木曽義仲軍の大攻勢で、北陸戦線は崩壊し、重貞も所領の大海から短期で京に逃げ戻った。遠京本平家物語には重貞が六原に駆け込んで反乱軍が迫っていることを伝える場面があり。 作者は源氏にもかかわらず、平家に追従していると非難しているが、重貞の家は、川内源氏とは別系統であり、平氏に対してもあくまで協力関係であって、従属していたわけではなかった。平氏が都落ちをした後も、重貞はそのまま都にとどまった。やがて同じ満世流の阿修重隆や高田重家、泉重隆が、吉中軍と共に入京するが連携した様子はなく、 重げのその後の動向は、はっきりしない。この重げは、研究年間に、後鳥羽天皇の中宮の藤原秀子の侍長、ついで王女、証拠内親王の五冠になっており、この頃には家督を譲って隠居していた可能性もある。没年は不明であるが長寿を保ったようで、80歳の出家姿で、寺園の前に現れて、自らの矢がより長に当たったことを語り、 腕を差し出して、七世のほくろがあり、この加護のおかげで、弓矢は一度も外したことはないと自慢したという。方言物語に、大見源氏屋島に勇ける沢渡り表へ重さだとある。区間賞4に、筑後の禅師重さだとある。ありがとうございます。